リドニー公園のノドンス寺院跡で発見された、アオドウバン。ノドンス、あるいはノーデンスは、ケルト神話の医療の神である。リドニー公園のノドンス寺院跡。建てられたのは3世紀だが4世紀に一度、再建されたと考えられている。神殿複合体の浴場跡。ノドンスの信者は、浴場で身を清めた後アバドンと呼ばれる建物で眠り、夢の中で神託を得た。 発掘された犬の像。ノドンスの生獣を意味すると考えられる。ノドンスの名は、漁師、カルード、捕まえるものを意味すると考えられている。マイヤーは、ゴート語のヌイタンやヌタ、を挙げている。ノドンスの信仰を示す。石碑等が、ランカシャーのコッカーサンドモスとグロスタシャーのリドニー公園で出土している。こうした、ノドンスの信仰地においては、青銅製の腕の像や、 眼界の印象などが捧げられており、これは、ノドンスが、いがみであったことを示している。また犬の像も、多数捧げられていることから、ノドンスの生獣は犬であったされる。犬は傷を舐めて治してくれるという信仰があり、これは、ノドンスのいがみとしての性質を表している。ノドンスがアイルランドに伝わったものが、ヌアザ、ウェールズに伝わったものがシーズ・サウエレエントと、考えられている。また、 アーサー・王伝説における漁夫王は漁師としてのノドンスの影響があると考えられている。ローマ的解釈においてノドンスはマールスと同一視されている。ありがとうございます。